車止められるとこ全然近くになかったね。こんなに歩くんなら最初から地下鉄にすればよかった。悪い、うっかりしていた。ちゃんと駐車場を調べてくるんだったな。けど最近は運動不足だったんだ。ちょうどいいんじゃないか。運動不足はお兄ちゃんだけでしょ。私はね、イアスに便乗して走ってることにしてるだけのお兄ちゃんとは違うの。それに最近ご無沙汰なのは運動だけじゃないよ。お兄ちゃん、前にジャトヤとご飯食べてから私たちずっと美味しいもの食べてないよね。はは、今日はやけに出かけたがっていたと思ったけれど、本当の目的はそれだな。へへーん、最近はお仕事頑張ってるからね。自分にご褒美をあげるのもいいと思わない？どうどう、用事が済んだらさ、この辺でご飯食べて帰ろう。いいよ、食べ放題とかでなければ何なりと。やったー、お兄ちゃん大好き。近くに美味しいとこがあるか調べるね。ん、電波が。リン、どうした？危ないよ。壊れちゃった？リン、大丈夫？怪我はない？リン、リン、無事か？怪我は？うん、大丈夫。あれ？私たちどっかで会った？うん？会った？ああ、いや、混乱しているんだ。シュエイさん、チンイ、さっきは本当にありがとう。二人が助けてくれなかったら今頃病院のベッドの上だったかも。気にしないでください。市民を守るのが治安官の責務ですから。それにこちらこそ調書の作成で時間を取らせてしまいました。ご協力ありがとうございます。事故を起こしてしまった運転手だけれど、その後の様子はどうなんだい？お気遣い痛み入る。運転手は軽い怪我で済んだが、ことのほかショックが大きかったようでな。事故前後のことを全く覚えておらぬそうだ。だが案ずるでない。兵来たらば将で防ぎ、水来たらば土で塞ぐとは個人の言葉。治安局がいずれ真相を明らかにするであろう。もうこんな時間ですか？二人とも今日はもう帰って大丈夫ですよ。もし事故のことで何か気がついたら、些細なことでもいいので連絡をください。二人とも、改めて妹が世話になったよ。シュエンさん、チンイ、六分街に来ることがあったら私たちのビデオ屋に寄ってね。会費無料で会員カードを作ってあげる。主らは六分街に住んでおるのか。ならそう遠くないうちに再びまみえるであろう。え、そうなの？先輩、そういう曖昧な言い方をしないでください。家に治安官が押しかけてくるのかと思うでしょ。すみません、先輩が今言ったことについてはこれを見てもらえると。治安パトロール強化月間イベントアンケート。私とチンイー先輩はこのイベントの準備のため、長官命令によりこのルミナ文書に臨時で派遣されてきたのです。もう少ししたらここで市民向けの大規模な安全講習会が開催される予定なんですよ。
より多くの市民に参加してもらいたいので、私と先輩は付近の各街区でアンケートを配って回ります。そういうことなら歓迎だ。ありがとうございます。このアンケートは先に渡しておきますね。もしイベントに参加するつもりであれば、記入したものを私たちが六分街へ行った際に渡してください。それでは店長のご両人、また会おうぞ。へえ、六分街に住んで長いけど、こういうことで治安官がわざわざ訪ねてくるって初めてじゃない？それはさておき、お兄ちゃん、一個話しときたいことがあるんだ。シュエンさんとチンイーのこと。ちょうど僕もその話をしようと思っていたけど、治安局の近くでするのはやめた方がいいな。うん、とりあえず家に帰ろう。やっとさっきの話の続きができるね。シュエンさんとチンイーのこと、お兄ちゃんも気づいたと思うけど、私たち初めましてじゃないよね。怪物と戦ったあの日、白銀重工から通報を受けてフォローの現場に駆けつけてくれた治安官がいたよね。あの二人だよ。お兄ちゃんはイアスの中で普通のボンプのふりしてたから、向こうは白銀重工以外に誰かいたなんて思ってもいないだろうけどね。リンがうっかり彼女たちの前で言ってしまわなくてよかった。僕がとっさにフォローしたからだけどね。お兄ちゃん、二人にはまた会うかもしれないわけだし、念のためにもう一回イアスの視覚記録を確認してみようよ。フェアリー、あの時のデータを出してくれるかい？はい、マスター。ご要望に合致する映像記録を発見、再生します。ご協力ありがとうございます。事件の経緯は8割方把握しました。本日早朝、キャロットを積んだボンプの故障で、あなたたちは誤ってフォローの深部へ迷い込んだ。そしてここで正体不明の怪物に襲われたと。故障したボンプというのはこれですね。ああ、でも部品の侵食だけかもしんねえし、まずは点検だな。
詳しい報告書は後で。ぐっ、うん、我の錯覚であろうか。こやつ妙に利口そうな顔をしておる。ひとたびそう見えると何やらずる賢いようにも。ちょ、何してるんですか先輩。ダメですって、通報者の前ですよ。そんなこと言ってクレームが入ったらどうするんです。どうやってホローに迷い込んだのかはさておき、白銀重工が普通ではないものに遭遇したのは確かなようですね。しかりこのような奇妙な性質、記録にはない。我が詳しく見てみよう。ん？結晶内部は何？ペロ。やめてください先輩。医学観察家ではない治安官は規定により勝手に証拠を調べてはいけないんです。それにいくら先輩の素体が抗侵食特化だからといって、さすがに危険すぎますよ。長官、現場はこちらです。で、そのけだもの、いや、極悪非道な犯人はどこだね。ブリンガー長官、どうしてこちらへ。お、現場の担当はシュエンとチンイか。いや、さすが我が局捜査課きってのエリートだ。あとで連れてきた犯人と私をいい角度で写真に撮ってくれたまえ。そうすれば明日の一面は。長官、ここに犯人はいません。通報者を襲ったのはエーテル活性の高い未知の個体でした。ん？なんだと。要はただのエーテリアスということか。いえ長官、敵は特殊な性質が見られ、フォローの異変か新たな犯罪の産物である可能性が。まあ待ちたまえ。そのだ、いいかシュエン、治安官として警戒を怠らない姿勢は立派だが、間もなく選挙が近い。そんな時期にフォローで正体不明の怪物だなどと、私の票に、あ、いやいや、市民たちを不安にさせてしまうだろう。よって軽率に治安局から情報を発表するわけにはいかん。まずは事の次第を精査せんとな。ご安心ください。収集した証拠はハンドに引き渡し、専門的な分析にかけてもらうよう申請しました。結果はすぐ出るかと。何？証拠をハンドに引き渡す。君たちのやり方は間違っていない。しかしだ、以降の証拠の収集は鑑識課の者たちに任せよう。え？君たち二人は私が常に全幅の信頼を置いてきた部下だ。これから君たちには非常に重要な任務を任せたい。誰が見たっておかしなエーテル活性体なのに、ブリンガー長官は興味ゼロだったね。まあハンドに証拠を渡すこと自体は反対しなかったみたいだけど、今気づいたんだけどさ、ブリンガー長官が言ってた重要な任務ってルミナ文書の安全交渉イベントだよね。わざわざ主演さんたちに任せるんだもん。よっぽど特別なイベントなのかな。フェアリー、何か情報はないかい。ルミナスクエア治安パトロール強化月間で検索中。複数のメディアで言及を見つけました。読み上げます。今月に入ってから市内で重大事件が頻発していることを受け、ヤヌスク治安局は治安維持と市民の防犯意識向上のため治安パトロール強化月間イベントの展開を決定。同イベントには一線で活躍する捜査課の治安官が数名特別に派遣され、企画に協力するとのこと。今回のイベントの発起人としてヤヌスク総局の副総監ブリンガー氏も
ルミナ文書での講習に自ら出席する模様。その際、長官は今回のイベントを担当する治安官とメディアの取材に応じ、市民が最近関心を持っている質問に答える予定。ブリンガー長官が直接会場にってだけじゃなくて、メディアもたくさん来るんだね。お兄ちゃん、今の聞いてたでしょ？シュエンさんとチンイも一緒にインタビューを受けるんだって。治安官にとってきっとすごく誇らしいことだよね。お兄ちゃん、この安全講習ってやつどう思う？しばらく大きな予定もないし、主演さんたちにはもう二度も助けてもらった。彼女たちの仕事を応援しに行くのはどうだろう。よし、じゃあそれで決定。あとで主演さんたちが六分街に来るとき、私たちもイベントに参加したいって言いに行こう。
近頃不穏分子が活発になりつつあります。ヤヌスク治安局は市民の皆さんに防犯知識を身につけてもらう目的で治安パトロール強化月間というイベントを展開します。もうすぐルミナ分社で専門的な安全講習を開きますので、時間があればぜひご参加ください。治安局が市民向けに行うイベントですか。懐かしいですね。実は私も何年か前に参加したことがあるのです。私はご来場の皆様に引き立てのコーヒーを無償で提供したものです。当時の光景はさながらコーヒーの試飲会といった様相でした。決してお高い豆ではありませんでしたが、ですが惜しいかな、現在の治安局は至るところに芳香剤の香りが漂うようになり、コーヒーを味わいながら気兼ねなくお話のできるような場所ではなくなってしまいました。それはどういう意味でしょうか。時が経つにつれ美酒などはますます芳醇になるものですが、かえって悪くなってしまうものもあるのです。まあコーヒー豆のお話ですよ。ですので私は店のコーヒー豆が人様にため息をつかせるような運命をたどらぬよう彼らをよく引いてやらねば。イベントへの参加はお断りせねばなりません。残念です。炎蔵殿、資料を拝見する限り六分街でカスタムショップを経営しておるとのこと、講習に興味はおありか。いや、裏若いお嬢さん二人に誘われちゃ当然参加しない手はないんだけどな。その日はちょうど俺の一番上のおばさんの、そのまた二番目のおばさんのじいさんの息子のいとこの結婚式なんだ。大事な親戚なもんで欠席するわけにはいかなくてな。なるほど。それではその大おば様にご結婚おめでとうとお伝えくだされ。ああそうだ、もうすぐ車を取りに来る客がいるんだった。急に思い出したぜ。というわけでここいらで失礼するよ。シュエさん、ジンイ、おはよう。アキラ君、リンちゃん、あなたたちでしたか。おはようございます。これ、僕と妹の分のアンケートだ。僕たちは講習に参加することにしたよ。それは強行。もし主らが来てくれなんだら、我らはまだ一人も参加者を集められずにいるところであった。先輩、何もそんなあけすけに言わなくても。なんだ、我の申したことは事実ではないか。別に彼らも知らぬ仲というわけではないのだから良いであろう。さあさあ、陳意の言う通りだって。でも六分街の人たちが誰もイベントに行きたがらないのはちょっと不思議だね。私のイメージだとみんな熱心に協力してくれそうなのに。何か僕たちに手伝えることはあるかい。そういうことで言えば、主ら二人に教えを乞いたいのだが、六分街の住民台帳には名前だけで住所は登録されておらん者たちがいる。彼らが今どこにいるかわからぬか。ちょっと見せて。アシャさんにチョップ大将、このスパイクさんっていうのは多分だけどうちの会員のおじさん、ちょうど知り合いばっかりだよ。なら僕と妹で彼らにアンケートを渡してくるのはどうかな。そうしよう。六分街のみんなって普段あんまり治安局の人と関わんないから警戒しちゃってるのかも。でも
ご近所の私たちから説明すればみんなちゃんと聞いてくれると思うよ。ですがあなたたちの手を煩わせるわけには。こんなのはお安い御用だ、気にしないでくれ。主演、門を出ては道を尋ねよ、郷に行っては郷に従えであるぞ。凛と明が手伝ってくれるというのだ。お言葉に甘えようではないか。そうですね、ありがとうございます。二手に分かれてまたこの近くで落ち合うようにしましょう。ポンプ専用パーツのセットなんてどうだ？最近新しいアイデアが次から次へ湧いてくるんだ。イアスで何かあったらいつでも頼りな。アキラにリン、よく来たな。
客から聞いたぞ。あの治安局のジョーちゃんたちを手伝ってチラシだかなんだか配って回ってんだってな。ご苦労なこった。チョップ大将、もう知ってたのか。こういうとこに店を開いてると何かと事情通になるんだよ。とにかくその日は用事があんだ。参加できねえと治安官さんに伝えてくんだ。やっぱり実はチョップ大将も参加してくんないだろうなってうっすら感じてたんだ。さっき主演さんたちに大見え切っちゃったんだけどな。なんで俺もっつうのは。お前さんたち他の連中にも断られたのか。そうなの。アシャさんでしょ、スパイクおじさんに、今朝はマスターティンとエンゾおじさんにも断られたって。チョップ大将、みんな揃って口裏を合わせているのかい。そんなに摩訶不思議なことでもねえよ。昔からの六分街の住人にゃ、お前さんたちが知らねえことを知ってるやつもいるってこった。リン、アキラ、チラシに書いてあるこの男誰だか知ってるか。ブリンガー長官だよね、今回のイベントの発起人だって。なら、こいつは聞いたことあるか。かつてのエリートの時代、治安局にはホロを征服した英雄がいたって話よ。それは聞いたことがないな。あの頃住民たちはブリンガーの野郎をそう呼んでたんだよ。キュート陥落前、ブリンガーの野郎はちょうど俺の住んでたとこで文書の副所長をやってた。現場からの叩き上げだったせいか、副所長になっても現場主義のままでな。住人たちとの距離も近かったし、そりゃ好かれてたのよ。ある救援活動の途中、あいつがホローの中で行方不明になった時は誰もがホローでくたばったんだと思ってたが、やつは奇跡的に生還した。そんでホローを征服した英雄になったブリンガーの野郎はほどなくしてヤヌスクの治安総局に栄転。ここ数年も出世街道まっしぐらよ。なんだか励みになる話だね。これだけならな。ホローを征服した英雄はホローの中にガッツを置いてきちまった。今じゃもっぱらそう言われる始末だ。ブリンガーは未だに金言実直を公言しちゃいるが、俺たちみたいな古株に言わせりゃカメラの前でそう言ってポーズを取ってるだけさ。それにここ数年あの野郎は明らかにトップスにすり寄ってやがら。あいつが治安局で進めてるとかいう取り組みのほとんど住民のためだなんだと言いつつ、結局は大企業を潤してしまいのもん。もうそろ市政選挙も控えてるが、あいつは今ヤヌスクの次期総監を見据える場所にいる。この時期にやれイベントだ、てめえの顔をチラシにするだ。何のためにやってんのかは俺が言うまでもねえだろ。ブリンガー長官にとってこの機会は選挙運動の一環ということか。そうと、安全講習だなんだってのは別にやったらいいが、その後ろでブリンガーの野郎が何か企んでるのかと思うと心穏やかに参加できねえってなもんよ。チョップ大将、教えてくれてありがとう。ま、そういうわけだ。悪いな、今回ばかりはお前さんたちの力になれそうもね。お兄ちゃん、ひとまずご近所さん3人のところは回ったし、ちょっと言いづらいけど
帰って主演さんたちに結果を伝えよう。